キューベーベスはこう使ええー、これをね言ってみたいと思いますけどキューベースというとね、えー、私も長年 DAW を使ってますけどキューベースの歴史というとねやっぱりさかのぼるとねマッキントッシュが出た頃の創世紀にねキューベースが出来上がっててでキューベースで最も有名だったのはねこのハサミとか鉛筆ツールを使ってこの音楽の断片を作っていくと。 もちろんその頃はねあのオーディオなんかありませんよミディデータで作ってた作ってましたけどね、えー、それがどんどん進化して今日に至るわけですけどもちろんその当初からのキューベースの思想というかあの DNA というかねそういうのは今でも,もう培われてもね、えー、最新版のキューベース今はキューベース5というのが出てますけど、えー、そこにも盛り込まれてますね。さて、えー、まあ揃えるものとしては当然 PC。 今、ノート PC ですけど。と、えー、MIDI キーボードがあるととても便利ですね。これはね、KX49 という、えー、USB をただ繋ぐだけで、えー、MIDI のやり取りができるというね、ものですね。MIDI キーボード。そして、オーディオを扱う、オーディオインターフェース。えー、私はここで、オーディオグラム6っていうのを使ってます。オーディオグラム6は、ミキサー、 とオーディオインターフェースが一体型になった非常に使いやすいマシンですけどこれは6チャンネルのミキサーで DAW のアウトをこうねこう持ってきてもちろんこの中に入っているミキサーのでまとまられた音を、えー、コンピューターに取り込むこともできるとこれも USB でつながってますですから USB2 本つながってて1本は MIDI のやり取りこの KX、ね、ですねで1本は、えー、オーディオグラム6でオーディオのやり取りを、えー、PC とやると。 いうセッティングになっている非常にシンプルな状態です全くシンプルな状態ねでさて、えー、今画面に出てるこのキューベースでまあ一番手軽ということで今日の第1回目はキュ、えーベース AI4 というのを使いますキューベース AI4 というのはこの KX とかねオーディオグラム6もそうですけど、えー、ヤマハとかスタインバーグのプロダクツには必ずついてくるねえー キューベーベスのスペシャル版特別版のキューベースですね。えー、ということで、まあ、これはベーシックなんでとても分かりやすいかなということで、えー、やってみましょう。まずこれがねキューベースを立ち上げた状態の画面全く何もない状態です。<laughs> ねえー、ここにある、まあ、トランスポートバーですね、えー、トランスポートのコントロールのところでこれがだけが出てますけどあとは何も出てません。ここで この上、ファイル編集プロジェクトとかこうありますねファイル編集いろいろありますプロジェクトオーディオ当然オーディオはオーディオに関すること MIDI、MIDI に関することですね分かりやすいですねメディアいろんなメディアが中に入ってますからオーディオとか MIDI とかねそれを扱うところですねトランスポートトランスポートこのねこのトランスポート、ね、に扱うところですねデバイス 今つながっているオーディオインターフェースとか MIDI に関連するようなところをここで設定しますでウィンドウは今何がウィンドウ、えー、開かれているかみたいなところを司るところですねもちろんヘルプヘルプも非常に充実していますまあここの、ね、メニューバーのところを見るだけでも非常にシンプルかなというのが分かりますねまずは新規プロジェクトここから始まりますファイルの新規プロジェクトボーンってやってみると 新規プロジェクトということでこのウウィンドがが、ね、立ち上がります空白いくつかの、ね、テンプレートといって用意されたものがあってね、えー、空白とか16のミディトラックが用意されているものとか4つのステレオの、えー、トラック8つのもののオーディオトラックのレコーダーとかね のンンイ、ストトトルメントトラック、まあ、中にソフトシースがいっぱい入ってるんでそれを扱うようなファイルですね。でライ,ブにレライブのレコーディングに適したファイルだとかマスタリングに適したファイルだとかポッドキャスティングに適したファイルだとかいろいろありますけどここでは空白を選んでみましょうかね。空白全く空白の状態でオンってやってやるとその今から。 作るオーディオだとか録音するデータをねどこに保管しておきますかっていうところを決める画面です。これディレクトリと言ってますけどだから、ね、このファイルでこのファイルのことを Cubase はプロジェクト、ね、ファイルと言いますけどプロジェクトの中で使うオーディオのデータとかそういったものをどこに保管しますかみたいなところを決めるところです。ね、でこれで決めて私は UJ のオーディオというところですね。はい <laughs> 入りましたそうすると こういう画面が出てきます。これはね、まあキューベースの最初の画面ですね。これねトラックプロジェクトでここにめ一三五七九十ってありますけど、これこれ小説数ですね。これね見てわかるんですけど。ここにねこう広げるやつがあるんだよ。そうすると。 ねえー、こんなふうに123456って広がりましたねもちろんこれをいろいろこう変えることでその小説の長さを変更したりとかそういうことができますね。でこの状態ではねまだ何もないです。<laughs> まあ、さっき言ったほらはさみとか鉛筆とか消しゴムとかね、えー、このキューベースの非常に歴史を物語るこの重要なファイル、ねえー、のり。 削除とかね、えー、ミュートとか鉛筆とかね、こういったので、えー、いろんなことをやるんですけど、これはね本当にキュベスの創成期から全部あるんですよ。そこが素晴らしいよね。全く同じものを使って今の今の状態で使えるというね。さあここでね、この状態じゃ何もできないんですよ。<laughs> ここでトラックというのを作りたいと思います。 よくトラックってね,ね名前聞いたことあると思いますけどここのところにいくつかのトラックを作ってそこにいろんなことを録音していったりとかいろんなことをするわけですけどここでトラックというとですねこのプロジェクトというところプロジェクトというところのトラックを追加ここでトラックを追加するわけですよ。そうするとねここの横のところにオーディオかオーディオトラックですねインストルメント これは中に入っている VST インストルメントといってバーチャルのシンスサイズは仮想的な楽器がいっぱい入ってます。で純粋なミディトラックとかエフェクトのチャンネルとかそれらをまとめるホルダーだとかグループチャンネルとかマーカーチャンネルマーカートラックとかね、えー、当然ビデオも扱えますトラックでね。ということができるようになります。当然オオーディとというのをう選んでみるるポンってやると ままずオオーディオトラックを追加しますかっていうかです、ね、ここでそのトラックはステレオなのかモノなのか、ね、これを選ぶことができます。まあ、モノにしてみるとモノで OK ってやってると晴れてトラックができるわけ。簡単ですね。じゃあもう一個トラックを追加で MIDI ってやってみましょうか。MIDI だとどんなふうになるのかというと MIDI、えー、トラック、えー、を じゃ、あここでオーケーとやる。ここにカウントってありますね。これね、一ってなってますけど、これ二、三、四。こう、数を数、変えていくと、例えば、これでミディトラックがね、今四ってなってますけど、四つできます。ね、ボン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 できましたね。すなわち。オーディオのトラックがこう。ね、ミディのトラックがこんな感じで。出来上がるわけですよ。 こんな感じで自分の好きなように、えー、自分のトラックをこう作ってってスタンバイ OK みたいな感じになるわけですね。